それは前触れもなく起きた。この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さんなかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つ別世界から現れた敵と彼らと共闘する者たち、ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを。だが絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれる。おや、お連れの姿が見えませんね。目を止めるのはオラ一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。しまった。かわいそうに、あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量、このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。Hello， 大家好，我大师。那现在是选确定，选女生好还是男生好呢？嘿。使用大动作全域攻击，毫无留情打垮对手的海贼战斗风格，以利落的攻击来迅速击退对手的武术战斗风格。用轻盈的动作与体术将对手摆弄于掌心的忍者战斗风格。这项就是捏。捏捏人形吗？胸部当然是越大越好啊。然后皮肤颜色，好丑啊！原本是这样吗？可以白一点吗？这样好了。发型，这这不是露琪亚的吗？露琪亚发型，啊，真的，这个是那个，突然想不起来，怎么觉得好像有点丑啊？那先等一下再捏。傲娇脸，哎，你们还是看别的地方，看我，看我。
哦，十八号哦，啊，十八号，啊，奇，这是奇袭吗？还是木马？这什么？应该还有的哦，还有，它有些哦，这个哦，女帝啊，啊，女帝，有些的动漫角色看不出来是谁，这个是那个，应该是《七龙珠》里面那个吧。那个谁，忘记他的名字了。这个是，哦，这个还不错哦，有点可爱哦。这什么？谁啊？这个画风为什么觉得有点怪怪的？哎呦，这是佐助法星吗？哇，超级赛亚人，太炸了啊！哦，补饭的发型也有，这个是小杰吗？哦，伤员啊，伤员头。这是谁啊？好眼熟啊，没了。嗯，好，那我选这个好了。刚看到一个喜欢的，这个好，选女帝好了。女帝，跟女帝还比较好看，对不对？这个好了啊，好，颜色可以改是不是？啊，原来颜色可以改啊，会不会很久都看腻了这样？这样好了啊，好，这个啊比例啊比例，那个熏黑一点。挑染，哦，粉红色蛮好看的哦。这样好了，还不错啊，这样不错。我光捏脸都捏很久了哈、哦。不要动来动去啊，眉毛不要太粗，眉毛一般就好了，因为我不想玩太奇怪。哇，粗眉毛，蜡笔小新哦，这个好像还可以，可是太柔了。这样好了，这是简单一点。哦，眉毛颜色也可以改啊。正常一点好了，这样就好了。耳朵看不到啊，我看那么改什么？没有精灵耳朵，耳朵不用改，眼睛可以。别乱动，闭眼睛是要杀小。啊，动漫的原理啊，闭眼睛都是高手啊，不二周助，啊，不二周助啊，西索有没有？有没有血轮眼啊？哦、没有，还蛮可惜的。好，这个选正常一点就好了。正常是什么？这个吗？啊，这个太恶了。好鄙视一点哦，原本是这样吗？啊，这个好了，能不能选瞳孔颜色？哦，可以，可以，可以，这里
有血轮眼，有吗？有血轮眼，有白眼吗？哎，这样蛮好看的，这左右两个眼睛颜色不一样，是不是很好看？选这种啊，感觉是怪物哟。哎，这蛮好看的。怎么觉得眼睛有点屌？这个是的。好哟，可以选颜色啊，红色。好帅哦，这样蛮好看的。选这个好了。选太大，这一定太大，这个帅啊，帅，减一点呢、啊？难得可以减一点，干嘛不减一点？啊，太减了。鼻子好像还好、啊，好这样，嘴巴跟轮廓，不要厚嘴唇。那你是只能选一个、啊？还是原本的好了？这个是特征哦。这个以后还能改吗？好像不行，对不对？不想改太丑啊。熏黑造型还不错啊，哦哦，咒印啊，这被头发被遮住了，还有什么、啊？哦，光捏脸可以捏很久啊，各位。这个标志好像是桑格斯家庭教室那个吗？是吗？桑格斯啊，啊贝吉塔标志。还有吗？没了。特征一是有特征二哦。特征二没有其他的哦。哎，特征二跟特征一不是一样吗？其实不用特征吧，看一下比较适合一点的。没有克林的啊，这个是哦，欧艾罗，好像是火影忍者的比较多、哦，其实蛮可爱的啊，这样。不然不要鲁夫，好了，用个一个，还可以改颜色啊、哦，故意被遮住了吗？哦，可以改位置啊、哦，好像可以改位置啊、哦。啊，这个就有趣了。可这搞位置不太好看啊。啊，这摆中间就好了啊。
语音，播放语音。おりゃ、終わりよ。どこ？くらえ？くらえ？どこ？これで終わりよ。決める。どこ？え？え？くらえ？好きだらけよ。好，就选这个。OK。OK。好，进去。输入名字吗？是。不能用中文哦。应该可以打中文啊。不行吗？不行啊，不行，太烂了吧。那啊，打一个大师的。Look, teacher.Look, teacher.Look, teacher.有没有什么名字啊？不能讲中文，不能表达我的，我这个人的的特色啊，是吧，各位？啊，没人理我。第一，看一下，还有没有什么其他名字？好，就这样吧。阿弟。是即将王子驯化健身，确定吗？确定。请问以前秀的时候有吗？可以啊。难道会这样吗？在连线中吗？是不是当机了？好，有了。比方说他那个表情太僵硬了，的确是有点僵硬啊。不过算了，大师第一次买这种游戏。loading 有点久。如果每场景要 loading 那么久，我就觉得很腻。没有意思。没有意思是什么？我没有意思欸。有了，诞生。無事再構築できたようですね。はじめまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。いざ。この世界をおめえらの好きにはさせねえ。いつまで強がりを言えますかね。行きましょう。ここは危険です。しまった。仕方ない。戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。什么啊？我都还不会，而且为什么我的主角都不会讲话？讲话啊！拜托你讲话，像是练习吗？即将开始战斗，新手教学。新手教学中打倒敌人可以即刻跳过。比如 S 是往方向移动，然后 A 跳跃。哇，动速度好快哦！行くぞ。
在地上或空中延续按叉叉轻攻击，按住叉后再放开，或是按着经过一定时间会变猛击。他不一定要按很好连按，啊，不过打击感还不错哎，打击感不错，上方轻攻击跟下叉下方轻攻击。上方轻攻击把对手打半空中连续攻击，最后会用力打飞对手，不容易受到反击连续攻击。怎么弄啊？哦，我就按一次就好了。哦，只要触发到都可以的。哦，下方轻攻击可以用重的。哦 ，OK。Y 在地上点按 Y 或是空中按下 Y 会使出重攻击。Y 再放开 OK 一样，在地上按 B 会抓住对手。零按。哦，帅哦。你跑太远了。靠近对手按 B。OK。RB 是期间内防御，防御时受到伤害会减少，不过无法防御对手的投掷。防御时推动 LS 会往这个方向撤步。你不要一直打我！哦，长按，哦，长按再放。刚触发了什么？哦，他没有教这个。走开！啊！听到招式吗？他其实。有很多招啊，可是他没有教详细，在这个阶段呢、啊。
OK。ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て！新しいお仲間の心配はいいんですか？それでは。また。大丈夫ですか？よかった。それにしても、初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえば、まだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。わかった。腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな。うめえもんも言ってやっぞ。転送用ポータル起動します。到着しました。機械に瞬間移動させられんな。まだ慣れねえな。悟空のおっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。俺腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや、嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含めほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と彼らと共闘する者たちベノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それがジェイ・フォースだ。ジェイ・フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め彼らにキューブを与え仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。
このままでは現実世界のすべてがベノムズによって支配されてしまう。それを阻止するにはベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。ガレン、計画はどうなっている？Jフォースとかいう厚苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか。だが順調であれど気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもなる。こんな腐りきった世界は一刻も早く変えねばならない。この俺の手で世界を作り変える。早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム。敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶときの参考にしてくれ。